心配なのはそのやり方は別にいいんだけど、その結果今自分の状況はどうなってんのっていうのがやっぱ大事なわけで、そうですね、そうやり方の方に凝っちゃう子っていうのは結構たまにいますからね。武田塾の勉強でやっぱ大事なのって結果じゃないですか、はい、結果出すだけですね、うん、あの手段を目的化しないっていうのがやっぱ大事だと思うんですよ。武田塾チャンネル。もう入試本番ですよ中森先生。始まっちゃいましたね、はい、もう僕はもうセンター大失敗してもうめちゃめちゃこの時期落ち込んでましたから、はい、もうそれでもやっぱ自分を信じて、うん、あの今まで教えてくれた先生方を信じて僕は最後まで入試突っ切りました、うん、そしたらうまくいったんで、はい、そういうわけでね、もしなんかあの直前期だけどね、なんか悩んでることとか相談したことあったらね、はい、もう本当にギリギリだけどぜひ相談してくれればと思いますので、はい、そんな受験生の悩みに答える番組は受験相談 SOS。はい、先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、うん、今シャドーイングをやっていますが、はいはい、CD と自分の声が混ざってすごくやりづらいです、うんうん、オーバーラッピング、 CD に声をかぶせる形でもいいでしょうかと。なるほど、いう質問です。いいよ全然まあね、これでも別にシャドーイングって結構人によってやり方、音読にしてる人とかこのオーバーラッピングいますね、いいよね、はい、全然ね、うん、塾熟の CD あれ早いじゃないですか、うんうん、やっぱなんか慣れてないときついっすよね、いきなりっていうのは、うんうん、なのでそれはやりやすいやり方でいいんですが、重要なのはそれによって目的が達成してるかどうかなんですよね。これは別にどの勉強でも同じなんですけどね、はい、まあ、武田塾の勉強でやっぱ大事なのって結果じゃないですか、はい、結果のそのわけですね、うん、あの手段を目的化しないっていうのが大事だと思う。大事ですね、こう覚え方とかにこだわりすぎちゃって結局覚えてなかったら何の意味もないよっていう、うん、だからここでシャドーイングを武田塾が推奨している理由っていうのはシャドーイングが目的じゃないんですよね。そうです、シャドーイングをやることによって、まあ、あの速読とリスニングの強化をしたいっていうのが目的なんですよ、はい、うん、要はだからその目的が達成できるなら音読だろうがオーバーラッピングだろうが、まあ、ディクテーションだろうが別にそれは何でもいいわけなんですよ。なるほどなるほど、やりやすいやり方でやってくれればね、はい、だけど、まあ、そこを間違えてしまうと、いや自分はこっちの方が向いてると思ってるんでこのやり方でやりました、で結果その本来やらなきゃいけないことは身についたのって、それは身についてませんって言うと、うん、それは難易度を下げただけなんじゃないかって話になっちゃうってことなんです。話してるだけ、それはまずいですね。そう、だからどのやり方でやってもいいんだけど目的はずらさないようにしてねっていうことを、目的を見失っちゃいけない、そうそうそう、何のためにやってるのかっていうのを考えよう、そう、うん、でできるようになったかどうかを意識しようっていうことですね、うん、うん、なるほど。だから割とこういう相談は結構多いんですよ、そのシャドーイングだけに限った話じゃなくて英単語の覚え方だったりとか、うん、数学の勉強法だったりとか、いろいろ自分なりのこうやり方をみんな工夫して考えてくれてたりはするんだけど、はい、やっぱ心配なのはそのやり方は別にいいんだけど、その結果今自分の状況はどうなってんのっていうのがやっぱ大事なわけで、そうですね、そうやり方の方に凝っちゃう子っていうのは結構たまにいますからね、いろいろ試行錯誤して何回も同じ参考書に違う、これこそ参考書変えたくなるのも同じ話じゃないですか、はい、うん、試行錯誤でずっと同じ場所に停滞してるっていうのが一番怖いんですよ。そうですね、うん、何でもいいから決めたらやり抜けっていう話なんですよね。正直ぶっちゃけもう何でもいいから覚えればいいんだよ、そう正直ね、だから結果が身につけば何でもいいよと、うん、カンニングはダメだけどねちゃんと入試で使える結果で身につけなきゃダメだけど、だけどやり方は別に個人個人で差があってもいいんだよ、ね、うん、だけどね、やり方よりもその結果何ができたかが大事なんで、そこをぶれないように気をつけてね、はい、はい、こだわってやってほしいです。はい、はい、で今回の質問は以上です、はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。